今回のボクシング宮上はフットワークで前後ね、前後の練習の方法を新たに公開します。フットワーク前後に動く場合は方法は構えね、構えておいて、まあ、単純に左足から一歩前、半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 歩、そして右足が半歩、こういう感じ、もう1、1、1、1、もう単純に1、1、この時に広すぎない、もしくは狭すぎるのもダメ、まあ、通常も普通の半歩ぐらい、半歩ぐらい、そして半歩で、つま先でね、基本的にまずは最初はつま先で、つま先で1、1、1、1と構えて、で、下がる時は同じように今度は後ろ足から半歩、半歩、半歩、半歩って感じで下がっていく。前はこういう感じで、で、後ろはこういう感じ。その時に足が揃わない、揃っちゃうとバランスがこう崩れちゃうので、まあ、通常ね、こう肩幅ぐらいのこうナチュラルな感じで、前は1、1と、で、後ろ、後ろと。でまずこれを前後で練習してみる、練習をしてみるという感じです。つま先で、つま先で、つま先で、1、1、1、1。で、ガードしっかり上げて、1。こういう感じ。で、これで、練習をしてみてください。まずはここをやっておいて、そしてこういうふうないろんなこうステップが踏めるようになってくるので、まず基本のね、ベースのところを押さえて、練習をしてみてください。はい、じゃあ今日はこのようになります。質問がある方はコメントをしてください。もしくはメッセージを、それに対して動画で回答もしていきます。で、この YouTube チャンネルは無料で登録できます。今すぐチャンネル登録ボタンを押して登録をしてください。そうすると最新のボクシングノウハウを楽しむことができます。で、プライベートボクシングクラス、もしくは初心者専門のクラス、もしくはパソコンの、ね、画面上で自宅にいながらパソコンの画面を使ってボクシングを学びたい、それぞれあなたの希望のコースを、まあ、詳細希望のあなたは下のお手伝いフォームから、もしくは YouTube とはホームページのね、下のところに貼り付けてます。ここからホームページからお手伝いフォームから詳細希望でメッセージを送ってください。それぞれの、ね、希望のコースを送ってください。詳細を送ります。はい、じゃあまた次回お会いしましょう。